はい、皆さんこんにちは。バレエコードはない方が良い、初心者のためのギター教室。一人でも多くの方に音楽を奏でる楽しさを知ってもらいたい秋田です。イエーイ。今日はですね、松任谷由実さんのルージュの伝言レッスンしてみたいと思います。この曲ね、コメント欄からリクエストいただきまして研究してみました。はい、ありがとうございます。リクエストいただき、今回のね動画をね最後まで見ていただくと、もちろん松任谷由実さんのルージュの伝言バッチリ弾けるようになっちゃいますので、ぜひぜひ最後まで見てください。もちろんですね、動画を見たりとか説明を聞いたりとかして練習していただく必要はあります。はい、練習してくださいという感じでね、このチャンネルではバレエコードってね、 F とかBm とかこういうのね、簡単なコードに変換したりとか、その難しいコードを端折ったりとか、あとそもそも簡単なコードの曲を選んだりとかしてレッスン動画を作ってアップロードしています。またね、ギターの豆知識とかをね紹介したりしてますので、ぜひぜひチャンネル登録、ここにあるこのね指のマークのところをねピッてやってもらうとチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、それではですね、ルージュの伝言デモ演奏いってみたいと思います。どうぞ。伝言見ていただきました。このねデモ演奏をですね、 YouTube の機能を使って早く再生したり遅く再生したりすることができます。スマホの場合はですね、画面タップしたら左上の縦ポチポチ3つをタップ、 PC の場合は下の歯車をクリック、そうすると再生速度っていうメニューが出てきますので、それをクリックタップするとメニューが出てきますので、ご自身に合った速度でデモ演奏を見ていただきながら練習していただけたらと思います。それではですね、ルージュの伝言出てくるコードを確認したいと思います。まず G、 Em、 DC、 このね4つですね、これはねアコギ弾き語り基本コード5のうちの4つになります。ここにリンク貼ってきますのでね、押さえ方はこちらのリンクをたどってみていただけたらと思います。今回紹介する G のポジションから弾いていくやり方ですね、僕はね今回4カポをしているんですけども、これオリジナルにするためには8カポ、ここにカポする、結構ね限界みたいな、こんなところでカポをしますかみたいな感じなんですけども、これだってのオリジナルキーでこう弾いていけるので、松任谷由実さんの曲と合わせてこうここでってこう弾けるようになりますので、ちょっと8カポ頑張ってみてください。僕はね8カポだと歌えないので、自分のキーに合わせて4カポにして歌っています。はい、カポの話はね、ここにまたリンク貼ってきますので、カポの話、カポって何ですかっていうのをね、ここで確認してもらえたらと思います。次はですね、ストローク。今回ストロークね、まあいろんなストロークとか難しいストロークも考えたんですけども、分かりやすいストロークで、ジャンジャカ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 ですね。このストロークにしました。ジャンジャカ、ジャンジャカ、ジャンジャカ、ジャンジャカ。1等、2等、3等、4の1の音と3の音を弾かない。
じゃんじゃかじゃんじゃか、じゃんじゃか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 、一と二と三と四と一と二と三と四と、でこの一の時はなるべくベース弦ね、ベースの音、うんじゃじゃん、まあね、完全にヒットしなくても大体のところでヒットしてもらえばいいかなと思うので、そうするとね、こうなんとなくノリがジャンジャカジャンジャカジャンジャカって出るので、あの曲をね楽しく弾くことができるようになると思います。このジャカジャンジャカジャンジャカじゃないストロークのところが、まあ、1箇所あって、横目で追い越してジャカ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 で、ここだけジャカ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 って弾いてください。そうするとね、こうグッと盛り上がって、まあ、次のねエメロの、まあ、2回目のところに入っていきますので、ここね結構重要です。あとはね、皆さんねデモ演奏をね何回も見てもらって練習していただけたら、もうルージュの伝言バッチリですよって感じになれますのでね、練習してみてください。はい、今日はですね、松任谷由実さんのルージュの伝言をやってみました。このチャンネルではね、先ほども言いましたように難しいコードとか、バレエコードをね置き換えたりとかして簡単にしておりますので、そういうのがいいなと思う方は皆さんチャンネル登録していただけると嬉しいです。初心者のためのギター教室、チャンネル登録が入稿になりますので、ぜひぜひ入稿してみてください。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように。今日もありがとうございました。それではまた皆さん、バイバイ。